JA 奈良県が主催する女性大学の受講生が広陵町の畑で冬野菜の収穫を体験しました。今日は8期生のおよそ40人が集まり、9月に植え付けた大根やキャベツ、ブロッコリーなどを収穫しました。 JA 奈良県女性大学は県内在住の45歳以下の女性を対象に食や農業への関心を高めるとともに仲間づくりにもつなげてもらおうと毎年開かれています。これまでの体験や講義で野菜や農業に関するさまざまな知識を学んできた受講生は楽しく話をしながら収穫を体験し、冬晴れの畑には明るい声がこだましました。すごく教えてもらえたので自分にとってすごく勉強になりました。家庭菜園とは規模が違うなと思いました。友達に誘ってもらってここを参加させてもらったんですけど、めっちゃ楽しかったです。はい、チーズ。